カレンさんこんにちは、カンです。ということで、まあ、最近ですね、スター凱旋フェスガチャの内容が更新されて、サーブタイプのガチャがね、開始したかなと思うんですけども、まあ、その中でも結構強いキャラは何人かいて、まあ、それについて紹介した動画も出してますので、よかったらそちらを見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、その紹介動画を作るにあたって、まあ、いろんなね、サーブタイプで行ったわけですよ。そしたらこのね、聖域セリアが思いのほかいろんなキャラに勝つことができたんで、まあ、今回この子を紹介してるって感じになってるんですけど、びっくりするぐらい強かったですね。まあ、この子の強みは何たって、まあ、SS を打つことによって、まあ、陣容出すことができると。なので、まあ、それで、まあ、防御力を結構確保しつつ、まあ、ハイジャンプスマッシュを持ってるので、それで、まあ、攻撃をしていくっていうキャラになっている。あと、まあ、SS とか、まあ、陣でキャッチしてからね、スピンとかスライス打つことによって、空中ギミックとか地面型ギミックのね、まあ、あの、やつを置くこともできたりするんで、それで邪魔もすることができるっていうキャラになってるんやけど、まず、まあ、この今、相手にしてるこの黒の後継者に関しては、空中地面どちらも無効っていう感じになってるので、それは使わないと。で、まあ、どうやって攻めていくかっていうと、まあ、ただひたすら、もう陣を張って、もうボレーしていくだけって感じになるんやけど、まあ、黒の後継者対面で気ぃつけることは、まあ、こうやって、あれあるじゃないですか。3つスペシャルが溜まってる、3つ集中が溜まってる状態やったらスペシャル飛んでくるんで、まあ、それは警戒しなければいけないんで、まあ、こうやって前から撃たれてしまうと嫌だったりするんで、まあ、ロブを撃つであったりとか、まあ、相手は基本的にね、まあ、ロブラケとか持ってないんで、もうずーっとガン詰めボレーしちゃってください。それで、まあ、角度つけて決めれたら、まあ、こっちの勝ちって感じやけど、相手がスペシャルなかなか撃ってこんかったら、こうやってビビりながら戦ってください。まあ、ビビランと言ってもいいと思うんやけど、まあ、こうやってね、相手が真ん中にさえ打たなければこうやってキャッチしてくれたりはするんやけど、まあ、真ん中打ってくる人も結構おるとは思うんで、まあ真ん中だけ注意かな。あと、まあオンザライン SS とかであれば、あの真ん中奥が抜けますので、そこもちょっと注意して戦う必要があるぐらいですかね。で、まあ、ラケットに関してなんやけど、俺これね、この1戦目の時は2オラケットも出してるんやけど、まあ、戦っていくうちにですね、2オラケットよりも空中無効ラケットの、何やったかな、なんかトマトみたいな名前のね、ラケットがあるんやけど、まあ、そのラケットを使うことによって空中型ギミックを20秒間無効っていうのを2回使うことができるので、まあ、それでですね、ルチアを主に対策していくという感じのキャラになってます。あと、まあ、あれいるじゃないですか、新規転生機って結構強い、あの、ツーハ。ツーハってさ、なんか普通のキャラで言っとったらさ、なんか SS 封印20秒間かけられてさ、なんか全員SSE かかってやばみたいなことになってること結構あるかなと思うんやけど、まあ、そのラケットを持たせることによってですね、そういう最悪の事態は避けることができるんで、まあ、結構このラケットがいいんじゃないかなと思います。あとの選択肢としては、まあ、ヘリオブライトで SS の得点力を上げるみたいな感じかなと思うんやけど、まあ、ルチャーは他のキャラで対策するんであればいいんですけど、まあ、他のキャラで対策しないのであればというか、まあ、じゃんけんも強くなるんで、まあ、1体でいろんなキャラに対して戦っていけるみたいなのがあると思うんで、俺は空中無効ラケットが結構おすすめかなって感じは若干します。あと、まあこの紋章後から打った時ってジャストなんですけど、まあ、このラケットのオートスキルでジャストの時に相手に当たるダメージプラス 30% とかもあったりするので、ちょっとだけ相性がいいっていうのもあったりします。もし、まあ、そのようなラケット持ってなくて、まあ、交換するラケットとかもないのであれば、まあ、ミラだけも結構良かったりしますよ。やっぱシンプルにこの子ね、サーブタイプなんで、こっちがサーブであっても SS にすることができるんやけど、やっぱ、まあ、黒の後継者がおったりやとか、あと、まあ、打球交換のこのキャラもね、雪コードは割と多かったりはするんで、ちょっとグラスやったらね、割と刺さったりはするんやけど、雪はちょっと微妙やなと僕は思ってるんで、まあ、空中無効ラケットをつけているっていう感じになっております。あと、そうやね。あ、そうそう、スロットスキルについて話してなかったかなと思うんやけど、まあ、スロットスキルは僕、この子、初手から使っていくことが多いかなと思いますので、まあ、ハイジャンプスマッシュシンプルに強くて、まあ、シルビアラケットとか最近見ないんで、まあ、ガン詰めすることができるわけですよ。なので、それで1点取っていきたいんで、まあ、一番いいのは3ポイントのまで SA 増加量プラス 25% で、以降であっても雪属性であれば SA 増加量プラス 10% っていうやつをつけていただけると、まあ、得意状態が切れることはまずないかなと思いますので、まあ、そちらをつけていただけるといいんじゃないかなと思います。あと、まあ、陣で取ったら体力100回復するとかもあったりするから、もし体力が超枯れてやばいよってなったら、まあ、一回ちょっと陣をわざと自分が後ろに下がって陣で補給して、それで返すとかしてね、防ぐっていうのもありやったりしますし、あと、まあ、この暴走仁王と戦うときは、まあ、吐き抜き一回食らってしまうとね、試合終了までずっと続いてしまうので、極力ですね、まあ、グッド以上で返すことによって打球効果無効もつきますので、まあ、それで防ぐなりなんなりしていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、なんかこの試合のとき多分俺、空振ってたよね。なんか、真ん中空いてること忘れとってさ、なんか、あ、陣で取れるやろとか思ってやったら、あの、全然ダメやったっていうパターンもあったんやけど、皆さんはそういうミスはしないようにしていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、2を基本的に、まあ、SS で打ってくる人が結構多いと思うんで、まあ、SS の速度そんな速くないんですよ。なので、まあ、あの、前から打たれて結構嫌だとは思うんで、とりあえず、まあ、SS 飛んできたらロブで返して、全部ちゃんとグッド以上で意識して返すようにしていただけるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、あの、グッド以上で返せば打球効果無効なんで、相手のえげつないノックバックとかも効かなくなるんですよ。なので、基本的にはグッド以上で返していただけたらなと思うんやけど、
まあ、ちょっと慣れは必要かもしれないですね。あのそのジャストの狙い方が分かんないっていう方は周りね、あのジャスト率の上げ方っていう動画も出してますので、よかったらそちら見ていただけたらなと思います。ということで続いてはラインズマンシャルロットじゃなくて MVP シャルロットなんですけども、まあ、この子はね、強いて言うなら地面型ギミック無効のニオラケットの方が戦いやすくはあるんですけども、まあ、なくてもある程度戦っていくことはできます。はい、まあ、あの全然 X で勝てるっていうのを聞くんやけど、俺的には割と五分五分ぐらいかなっていう印象はあるんやけど、まあ、この子と戦う際の注意点としては、まあ、サテライトがねマイポイントで復活する感じになってるので、それは絶対ね警戒するべきだっていうのと、あとまあそうですね、炎熱あるじゃないですか、なんか燃えてるところ、まあ、ここに入りすぎると、まあ、体力がねなくなってしまうんで、まあ、あんま入らないようにしてくれたらなと思うんで、まあ、基本的にはボレーエリアで戦ってくれたらなと思うんやけど、さっき言ってたねスペシャルが、まあ、サテライト起動なんで、まあ、それでぬあんま抜かれすぎないようにしていただけたらなと思います。まあ、この今の相手の打ち方やったら紋章にかかってくれるんやけど、真ん中のサテライトとかやったら紋章に引っかからないんで、まあ、そこ注意かな。でもまあオンザライン系はなんか全部ね紋章が取ってくれるんで、多分確かね全部取ってくれるような球やったと思うので、基本的にはずっとボレーとか、まあ、相手がロブ打ってくれたら、まあ、ハイジャンプスマッシュとか打ってくれたらなと思うんやけど、こうやって体力が黄色になっとったらハイジャンできなかったりはするので、まあ、自分の体力ゲージも見ながらやってくれたらなと思います。でまあ今相手ちょっと遊んでたから見てくれた方わかるかなと思うんやけど、相手は空中無効しかついていないんで、まあ、地面型ギミックは効くわけですよ。なのでまああの SS は地面型ギミックを2ポイントから貼ることができるように、ボレーエリアとか、まあ、スピンで SS を打っていただけたらなと思いますし、あとモーションにかかった分もねスピンで打つことによって地面型ギミックを貼ることができるんで、まあ、それで貼っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、SS をでスライスで打ってしまうと空中型ギミックを貼ってしまうことになって、かつこのなんかあれあるじゃないですか、紋章から打つ球ってその地面型ギミックのやつを2個貼ることはできないんですよ。なんか地面空中1個ずつしか貼ることができないんで、その SS を空中で貼ってしまうと空中空中地面でしか貼ることができないんですよ。そうなると相手にあの有効打がちょっと減ってしまうわけなんですよね。その地面型ギミックの邪魔が1本しかない感じになるんで、それやったらちょっとあんまり攻撃力をね生んでいくことができなかったりはするんで、もう絶対 SS はボレーかスピンで打っていただけたらなと思います。でこの紋章にかかった分は1回スピン打ったらもうこのなんていう地面型ギミック2個生成することができるんで、まあ、その後はまあ別にスピンでもスライスでもいいって感じではあるんやけど、もしまあできるのであればスライスで打ってもいいんじゃないかなと俺はちょっと思ってたりするんですよ。なんせこの地面型ギミックはちょっと平坦やとは思うんやけど、空中型ギミックってなんか氷山みたいになって立体感あるじゃないですか。その分相手の視界をちょっと奪えるかなと、あの個人的には思ってて、なんならまあ自分がエクサで戦う時とかやったらあんま空中で打ってほしくないわけですよ。なんか見にくいから若干ね。だからまあそれをちょっと狙っていくみたいなのもあったりするけど、まあ別にそんな技術はあの賞味なくてもいいとは思うんで、まあそれはみんなの自由かなと思うけど、まあ余裕があれば一回ちょっとやってみたら、まあ意外とあこんな感じで決まるんやみたいなこともあるとは思うんで、あの余談です完全な余談ですけども、まあ、ちょっと効果あるかもしれないことはまあ別にこっちが負担じゃないのであればやるべきだと僕は思っているので、まあぜひやっていただけたらなと思います。でまああの説明するの忘れてたんやけど、まあ、靴とか靴のスロットスキルに関してなんやけど、まあちょっと意見分かれるとは思うんやけど、俺まあ長らく戦ってて感じたのは、靴のスロットスキルさんはあのボレークイックムーブがいいなと思いました。まああのいろんなキャラと戦ってるとなんかまあボレー対決になるわけですよ。まあこっちもボレー行くし相手もボレー行くみたいなことになったら、まあひたすらそれで戦ってクイックムーブついてなかったらなんかちょっとだけ固まるわけじゃないですか。その間にまあ後ろに球が流れていって失点するなんてこととはね全然あったりするんで、僕はそれのためにねクイックムーブつけてはいるんですけど、まあ、エクセ対面のことを考えたりすると、まあ、スマッシュ打った時に空中地面ノックバック向こうついていた方があのエクセミラーはねちょっとね戦いやすくはなったりする。そこちょっとね難しいなと思う点でもあったりはするんですけど、まあどっちも持ってる人は一回どっちも試してみて、まああのよかったなと思う方にしていただけるといいんじゃないかなと思います。でまあラケッチャー靴に関してなんやけど、まあ正味何でもいいとは思うけど、まあ一番あの使いやすいなと思うのはこの今履いてるリーラングスですね。まあこれはですねスマッシュ打った時にあの SS 封印とか90封印を回復して10秒間無効化するっていうやつで、まあスロットスキル値にもこれと似たようなやつはあるんやけど、その回復するだけで10秒間無効化の効果はついていないんですよ。なので、まあ、できればこの靴に、まあ、スロットスキル1にですねドリンク取得時に5秒間スタミナダメージ無効みたいなのをつけていただけると、まあ、エレノア靴の上位互換の靴を作ることができるんで、まあよかったらね、まあギア厳選興味ある方はつけていただけるといいんじゃないかなと思います。
まあそのドリンク取った時に5秒間スタミナダメージ無効なんかついて何の意味があんねんと思ってる方もいるかなと思うんですけど、5秒間スタミナダメージ無効がついたら大体 2,3 打球ぐらいダメージ受けなくて済むんです。でまあ普通の対面やったら別にまあそんなに恩恵感じないかもしれないんですけど、もし黒の後継者とか、あとまあコートは全然ちゃうけどギガスルーシーみたいなキャラが来た時にめっちゃ枯らされるわけですよ。その時にドリンク取って5秒無敵がついてたらその事故を減らすことができる、そのなんか積んでしまう可能性を減らすことができるんで、俺的には結構強いねスロットスキルとか、まあ靴のオートスキルだと思っているので、まあエルノアグッズであったりとかこういうスロットスキル1をまあよくおすすめしてるって感じにはなっているんですけども、まあそれつけなくてもよくって、黒の後継者の暗闇が嫌なのであれば、まあ、暗闇コードがつけていただくのもいいかなとは思います。まあだからまあその両方とも兼ね備えたいのであればエルノアグッズの方が優秀やったりとかもあったりはするんやけど、まあそれはまあそういうの興味あったらね、前に強いギアとラケットシューズっていう動画出してますので、よかったらそちらを参考に、まあ、ギア厳選とかしていただけたらなと思います。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。